トガリネズミ科は、哺乳更新部毛丁目に分類されるとが、名称に反して、ネズミ類とは、エンドーク、むしろモグラなどに、禁煙の動物である。英語では、種類と総称する。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸など目は小型。聴覚は発達するが、次回は退化し、不明瞭な種もいる。水生種は、 獅子や指跡、尾に合毛があり、表面積を広げることで水中での推進力を得る効果があると考えられている。水かきカワネズミは、水かきがある。胎児の段階で乳歯が脱落したり、再吸収されるため、出生時から永久歯が生えている。プラリナとガリネズミなどの一部の種では、唾液に毒が含まれることが確認されている。鎧地ネズミ類は、脊椎が 多数の小突器によって絡み合い、頑丈な構造をしている。生殖器官と排泄口が同一の種が多いが、生殖器官と排泄口が分かれる種や中間型の種もいる。以下の分類、英名は、はたらー2005に従う。和名は、川田ら2018に従う。主に単独で生活するが、家族群や小規模な群れを形成している。 可能性が示唆されている種もいる。縄張りを形成し、他の個体が侵入すると追い出す。その際に鳴き声を上げて、他個体を追い出すこともあり、トガリネズミ族やプラリナトガリネズミ族では超音波を出し単純な反響定義を行っているとされる。ジネズミ族やジャコーネズミ族では、前の個体を腰を加え列状になって移動する。行動が確認されている。主に昆虫や、 動物の死骸などを食べるが、種子や喧嘩などの植物質も食べる種もいる。排泄口に口をつけく遡食することが確認されている種もおり、消化できなかった栄養素の再吸収を行っていると考えられている。ありがとうございます。